正常なネズミにがんを移植すれば10日後がん細胞はコブになります。そして20日後、世界中の学者ががんの正体の究明に全力を傾けているにもかかわらず、その原因は依然としてつかめてはいません。がん制圧月間も今年で8回目を迎え、集団検診などがんとの戦いが各地で高まりを見せています。去年の統計によれば、がんによる死亡者は10万9000人で、脳卒中に次ぐ第2位。しかし、現代医学の進歩は早期発見、早期治療によってがんをなくせる段階にまで到達しています。東京にある国立がんセンターには連日500人もの受診者ががんの診断を受けに訪れます。がんは自覚症状が現れた時には手遅れの場合が多く、今までは不治の病とされていました。しかしレントゲンや胃カメラなどの飛躍的な進歩により、肺や胃の中をたやすく見ることができるようになりました。これは胃カメラが捉えた胃がんの部分。がんの正体がつかめていない現在では、なるべく早くがんの部分を切り取らなければなりません。医師の説明を聞く家族たち、がんはくまなく胃を侵していましたが、幸い転移は認められず手術は成功したのです。一方、同じセンターでは直接細胞を撲滅しようと薬品を使って化学療法の研究も続けられています。川崎市にあるがん検診センターは、いわばがん早期発見の最前線。しかし、1日平均15人の患者に専門の医師はただ一人。その上、早期発見はできても治療設備のない不備が指摘されています。早期発見というふうなことでなければ、がんを助けることが、現在は胃がんを助けるということができないもんですから。がんは年に2回検診を受ければ絶対に大丈夫だと言われています。こうした定期検診の習慣や集団検診など早期発見の対策を広め、一日も早くがんを征服したいものです。